吉田さん、会議でね、兵頭会長っているじゃないですか。あの人がね、すごく大事なこと言ってたんですよ。それはね、大詰めで弱い人間は信用できないっていうことなんですよ。大事な勝負とか大きな勝負で負けてる人間ってやっぱり信頼されないんですよね。いくら頑張ったからといっても、負ければ両手ぶらりで戻ってくるしかないんで。でも勝てば全ては手に入るわけなんですよ。であとね、やっぱ大きな勝負で勝てるってことは、小さな勝負はもうこれはね、全部勝ってるってことなんですよね。まあ、そういったところで、大詰めで弱い人間、力が発揮できない人間は信用できないってことなんでしょうね。だからこう、千載一遇のチャンスが来た時に、結局、戦えないっていうかね、そこで結果が出せないってことは、やっぱそういう人生を積み上げてきたってことなんでしょうね。で、負けられない戦いってあるじゃないですか。それでやっぱり負けないわけなんですよ。だから、この一戦を落とすことはないだろうなっていうふうに、信頼されるというのがその姿じゃないかなと思うんですよ。でそもそも大きな勝負で勝てないってことは、小さな勝負で勝ってないわけですから、もう戦うまでもないっていうかね、一か八かをしないといけない時点でもう勝負は決まってるってことなんですよ。でこれも兵頭会長の言うことなんですけども、勝つ人っていうのはもう勝つべくして勝ってるんで、その運部天部じゃないと結果が分からないような勝負にはもうすでにその場所にいないんですよね。勝負の場にいるってことは、もう勝つ算段が取れていて、勝つプラスですよ、相手には負ける算段が整っているから、どうやっても勝利しかないっていうところで、出てくるってことなんでしょうね。だから一か八かっていうのはやっぱりね、庶民の考え方だったり、結局ギャンブル発想っていうか、負ける人の考え方なんですよね。一か八かじゃなくて、もうね、結果が出るしかないみたいなもう弓を放つ前にもう当たってるんだっていうようなところでしょうかね。